こんにちは、ゆきです。この間応援についての動画を上げたらすごい反響があって、再生回数も今までの動画の中でかなり群を抜いて伸びたので、今回はみんなにアンケートを取らせてもらった応援生に対する疑問についていくつか質問にお答えする動画を作ってみました。それでは行ってみましょう。一つ目の質問が真面目系の質問です。応援の人ってどんな大学に行くんですかということなんですけど、正直合格実績どんどん伸びてますよね。なんか私の頃って240人一学年にいて、そのうちの4分の1ぐらいが東大に行くイメージだったんですけど、今年とかはもう3分の1ぐらいになってるのかな。しかも理3に受かった人も学年で14人もいるらしくて、すごいですよね。東大理3って100人ぐらい入るんですけど、そのうち14人が応援生らしいです。私の代なんかは応援が不作で、なんか本当に1人しか受かんなかったんですよ。東大理3の女子も100人中14人ぐらいしかいなかったので、その時に比べると女の子頑張ってるんだなっていう感じですよね。あとは、まあ、理系の方が多いっていう、かなりレアな女子校だと思います。理系の方が多いし、医学部志向がすごい強い。医学部か法学部みたいな空気感はちょっとありましたね。医学部か法学部か東大みたいな感じの空気感が流れてる異質な雰囲気だったなぁと思います。まあ、あとはね、どの大学に何人とか毎年出てるので、ぜひ調べてみてください。次、どんな塾に行くのっていうことなんですけど、数で言うと寸大とかが多かったですかね。でもやっぱり目立ってる勢力は鉄力会勢っていう感じ。まあ各クラス48人中10人ぐらいは少なくともいたかな。で、まあ全体の4分の1とかはいたと思います。まあ、その他にもいろいろいましたね。で、塾に全く通ってないって人はほとんどいなくって、まあ、ほぼ全員がどこかしらの塾に高校生の頃は在籍してたかなっていう印象ですね。学校のことだけで勉強してる子はかなり目立ってました。いたけど目立ってました。中学の頃はさすがに塾行ってない子多かったんですけど、まあ、高1、高2ぐらいはほとんどみんな行き始めてたかなっていう感じですかね。次、応援の人って部活はするんですかって質問なんですけど、部活必修なんですよ。なので、すごい不思議な文化なんですけど、部活に興味がない子も何らかの部活に入んなきゃいけないんですね。なのでほぼ活動がない部活とかもありました。あとは運動やりたいっていう子でも、がっつり運動したい子と遊びで運動したい子に分かれるじゃないですか。なんでバスケ部とかバレー部は1と2っていうのがあって、ふわっとしたちょっと軽めの部活と、毎休み毎休み練習するようながっつり試合をするような部活とに分かれてるんですね。で、私は合唱部でよくお歌を歌ったりピアノを弾いたりしておりました。次の質問が、ガリ勉しかいないんですかって質問なんですけど、意外とそうでもないし、趣味人みたいな子も多かったですね。ずっと絵描いてる子とか、私みたいにずっと音楽やってる人とかもいたし、意外と休み時間とかはすごい遊ぶ子が多かったし、なんか割とオタク気質な子が多かったかもしれないですね。漫画とかにめっちゃハマってる子とか、アイドルにめっちゃハマってる子とかもいました。休み時間とかはみんなそういう趣味、あとは運動しに行ったりとかっていう子も多かったし、まあ活発な子が多かった印象ですね。活動量が多いというか、熱量が多い子が多くて、勉強にも全力だし、趣味とか遊びにもがっつり向かっていくタイプの子が多かったイメージです。まあでも他の進学校に比べるとガリ勉ほどは言わないんですけど、要領がいいのに加えてやっぱり努力家な子、勉強のそもそも量が多いっていう感じの子が多かったかなと思います。もう一個変な質問受けました。変人の集まりなんでしょうかっていうことなんだけど、もうテレビとかでね、東大生のちょっと不思議ちゃんな子ばっかりを取材するもんだから、そういうイメージになりやすいんですけど、そうでもないと思います。確かにザ変わり者みたいな子はいるんですけど、意外とノリが良くって明るくって、普通の可愛らしい女子中学生、女子高生っていう子も多かったです。で、今回の動画では、まあ、みんなが意外と気になってるのかなっていう応援生の実態的なところを一問一答形式でちょっとだけお話ししてみました。なんか何をみんな聞きたいのかなって私もよくわかんなくて、他にも聞きたいことがあったらいっぱいコメント欄に書いてもらえるととっても嬉しいです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。バイバーイ。